今回のタイトルは、カルダノ濃度 1.35.3 の大規模な使用、全てが予測通り、バイナンスも濃度のアップグレードを開始です。ぜひ最後までお付き合いください。バシルのメインネットローンチを目前に控え、待望のハードフォークのテストが集中的に行われており、先週バシルに使用される可能性が高いプラットフォームであるノード 1.35.3 のリリースが発表されました。新しいノードのローンチ後、多くの論争が巻き起こりましたが、問題は修正されたようです。最新の動きとして、カルダノエクスプローラーは SPO がどのノードを使用しているかを示すプラットフォームへのリンクを共有しました。興味深いことに、 SPO は現在以前のバージョン 1.34 よりも最近リリースされたノード 1.35.3 を好んでいるようです。カルダノエクスプローラーのデータによると、カルダノの全ブロックの 53% がバシルフレンドリー 1.35.3 ノードによって生成されていることから、 SPO 型のノードよりも新しいノードを好んでいることが分かります。ホスキンソン氏の反応。この展開に反応したホスキンソン氏は、マイクロブログプラットフォームで自負を共有し、キャプションを添えました。全ては予見した通りに進行しています。ホスキンソン氏は、 SPO の間でノード 1.35.3 が大量に使用されていることに感銘を受けています。これは一部の SPO がホスキンソン氏を批判した1週間後のことです。プロジェクトニューエムの CTO は、ホスキンソン氏が彼のデブオプスとテストチームと同じページにいないため、他の SPO にメインネットのノード 1.35.3 にアップグレードしないよう助言していました。しかし、SPO 型のノードバージョンよりもノード 1.35.3 を好んでいるため、この問題はカルダノの背後にあります。バイナンスがカルダノノードのアップグレードを開始。木曜日の13ツイートロングスレッドで IOG は、世界最大の暗号取引所バイナンスがバシルハードフォークを見越してカルダノノードのアップグレードを開始したことを明らかにしました。バイナンスはカルダノノードのアップグレードを更新していることを発表しました。現在進行中です。このプロセスをサポートしているカルダノエクスチェンジチームに、これまで通り賞賛を送ります。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。